池田益男記念館の看板の前からちょっと歩きます。あの妙楽湯、妙楽湯だったかな、妙、うん、そこのある道、その日帰り温泉のある道を通ろうと。何度かもう通りましたけど、静かでいいんですよね。このね、この川のね、はい、音、せせらぎ。このね、アスファルトの2つに挟まれた静かなエリアでございます。まああっちの方でちょっと柑橘類になってます。菜の花咲いてます。まあここはね、こちらの多賀の方、伊豆多賀駅から歩くとまあ結構ありますけど、妙楽湯に入りに来たら歩いてほしいです。ちょっと季節的にですね、もうなんか桜とか梅とかがほとんど終わっちゃってて、しだれ桜がちょっと咲いてるかなぐらいで、もっと綺麗な時に撮ればよかったなっていう話はあるんですけど、まあ来年でも私がまだここにいたら撮ろうかなと思います。いや、本当ね、静かなんですよ。のんびりしてるんですよ。ね、こういうところにね、しばらくね、何もせずに、温泉だけ使って、痛いなっていう気もしないではないです。ほらね、こう散ってるんですね、この辺。まあまだ咲いてるのもあるけど、ほとんど散っちゃったね。とにかくね、あ、ここです。酵素入浴っていうのをやってみたいですね。はい、どういう感じなんだろうっていうね、評判がいいんですよ。とにかくこっち、まあこっちっていうかね、伊豆に来たらここ立ち寄るとよろしいかと思います。私はまだ経験してないですけど、近場にあるとなかなか来ないもんですね。まあ、まあまあ半分ぐらいは、昨日この辺立ち寄ったらもういっぱいでしたね。結構妙楽湯知られてるのかな。はい、ここにペンション2つ並んでます。
暖かい日はいいですね、やっぱり。まあ暖かいと言ってもね、そんなちょっと風は冷たい感じ。こういう日にちょっと温泉やっぱり気分ですね。あ、なんとなく歩いてきてしまったけど、まあこんな感じですね。こんな感じの通りです。ほら、ここもね、川の流れる音が聞こえてくるでしょ。ちゃんと録音されてるのかわからないけど、今日はね、なんかすごい安い風防を、マイクの風防をつけたんで、どうなんだろうな、少しは効果があるのかな。風、うわーとか今からね、うわー、はい、それではね、ちょっと川を覗いて終わりたいと思います。なんかな、はい、ここで聞こえないってことはないでしょ。はい、チャオ。